三木市、兵庫県三木市のですね、トンドーダムの方へ行きたいなと思います。とにかくですね、なかなか来てもらかったし、あとありなんですよ、もうですね。やっぱりめっちゃ混んでましたね、ありなんですよ。人気どころはやっぱり人が多いですね。85号線、県道85号ですね。まあ、紅葉してますね、紅葉、いい感じの紅葉ですね。まあ、来る途中もですね、山の中をずっと走って出てきたんですけども、なかなかあのいい感じのですね、紅葉でした。なんていうんですかね、バイクの温度計で10度ちょっと、11、12分ぐらいですね。なので、まあ、寒いっちゃ寒いんですけど、まだですね、10度ということで、そんなに持たないっていうことなので、ここですね、ここはまあ、ダムのホテルにあるところだと思います。ホテルかな、ダムであるところがここはということになるかと思います。トンドダムに来ました。ドンドダムやってきました。道の駅よかった。